扉の奥に入っていくと貝外が並んでんねこの人たちはいるつきだねあでかくなった絵画が絵画でかくなったなちょっと貝外でかくなったね何こんなに貝外置いって何誰かがさ貝外追いかけてくるんじゃないパリーンって言ってないよ貝外 <laughs> 一つだけなくなったよちょっとここまであったのに何何 おう、れいちゃん。ええー、なんか、どこかで見た光景が。なんだ、あの植物は。リーふふー。<laughs> 待ってたのよ、れい。 えああ、疲れた。さすがの私も、一緒にいたい悪魔を追っ払うのには骨が折れたわー。んじいじいさんと契約してる悪魔がいないあの人はどうしたのもしかしてレイ、悪魔なんかの心配してんのはははやっぱりレイって面白い にいニー、教えてあの人はどこにレイってさ、本当にバカだよね。私が北の館に閉じ込めたって言ってるのに、私の言うこと全部信じて、素直で黒髪で赤目の悪魔、イディアのこと探しちゃってさ、 そうだったね。やっぱ逆だったんだよ。イディアのは、違うんだよ。こいつ自身だよ。イディアが悪いやつだって全然疑わないんだもん。そう、リーディンだよ。どういうことイディアの部屋には悪魔の私は入れないでしょでも、イディアがいる限り、私を含めた悪魔全員、この館から出られない。 そこで私は考えたわけ。何でも信じちゃう可愛いイちゃんをそそのかして、代わりにイデアを殺してもらっちゃおうかなーって。そうだろうな本ほんと、おめでたいぐらいに、バーカで考えなしのお人よしだよね、イは。 リ,リーでも私そんなれが大好きなのえそれにおかげで私はとーっても動きやすかったから結果オーライだしそれってあれまだわかんないのあでもそっかバカで考えなしのおひとし姉ちゃんにはちょっと難しいかな それじゃあ分かりやすく教えてあげるね。私ね、綺麗なものが大好きなの。綺麗なものそうお宝石、お人形、洋服、全部、全部大好きなの。ユオに似てるよね、そういう意味では。 北の館の負の感情に惹かれて、私もここに引き寄せられちゃって。なんでか知らないけど、イデアはここに集まった悪魔が外に出ないようにしてるし、案の定私も閉じ込められちゃって、本当に大変だったんだから。でもなんとか隙をついて精神だけで外に出た時、あなたを見かけたの。はっ、ああ、あの時か 本当にあの時だね、序盤の序盤だね、それは。もうびっくりしちゃった。絵本から出てきたお姫様かと思っちゃった。金髪に、透き通った青い瞳。もう最高よ。私の青い目は、ちょっと濁っててあんまり好きじゃないのよね。リーリンは何を言ってんのリーリンが、黒髪赤目の子なんだよ。 多分自分で言うぞこいつ。どうしたら手に入るかなって考えたら、人間二人が北の館に来て、面白半分で閉じ込めてみたいんだけど、まさかその二人を探しに霊が来てくれるなんてね。今まで信じてなかったけど、神様っているのね。そんな理由で二人を閉じ込めたの <laughs> ごめんね。 でも、今となっては、霊をここに連れてくるいい餌だったんだから、感謝しないとねー。いい、二人はシワとバルツヤはどこ二人は早く北の浴衣が出して。ふっ。ははははははは。はあ。 本当、おかしいバカでお人よしで、お姫様にみたいに可愛くて綺麗な霊。私、霊が欲しいの。え最初は霊の体だけが欲しかったんだけど、今例霊の全部が欲しいんだ。だから、 レイ、私と契約しましょう。契約そう悪魔と人間は契約できるのよ。そしたら私たちずっと一緒にいられるわ。あれレイは私と契約するの嫌なのリーリンはシバとバルツァーをここに閉じ込めた。そんな人と契約なんてできない。 そんなこと言っていいのかなどういうこともし私と契約してくれるなら、二人をここから出してあげてもいいわ。え私はずっと霊と一緒にいられるし、霊は大切な二人を外に逃がしてあげられる。どう悪い話じゃないでしょそれに契約したら力が手に入るんだし。 その力で、イディアの部屋の結界を壊してイディアを殺せば、こっから解放されるじゃん。そんな。ははは。そうすれば、本当に自由になれるね。私、霊と一緒にしてみたいことがいっぱいあるの。いろんなところにも行きたいし、イディアを殺すなんて。イディアは悪い人なんかじゃなかった。うん、悪い人なんかじゃなかったんだよ。全部リーリンが、そう思わせただけなんだよ。 何もしかしてレイ、イディアにたされちゃったイディアは私を傷つけたりしなかった。今、私には、リーリンの方が、敵に見える。だから何私と契約しないなら、レイの大切な友達二人はずっと館から出られないのよ。 それは、ほらほら、どうするの優しくて愚かなレイちゃん。大切な人を助けるために、自分の身を差し出してよ。それって、どんなおとぎ話よりも素敵なストーリーじゃない。ああマドハンドの大群がさあ、レイ大丈夫 ちょっと血をくれれば契約なんですぐ終わるから。い、いやのわええ、えー、えー、ピース今度は、なんだって言うのよ <laughs> さっきまで、さっきまでさ、柴田バレてのところにいたじゃんすごいなそれに、なんで私の資料が消いてんのよめ、め、め、めがわわる それにお尻、我の綺麗なお尻がいやー、ナイスタイミングだったみたいだねー。えーちゃん、大丈夫死はバルゼ我もおるぞーピースお前はいいから下がってろ。うーん。とにっといつもこいつもーあんたたち。 どれだけ私の邪魔をすれば気が済むのよ。あんたがをあ俺たちをここに押し込めたっていう悪魔どうやってあの思い出から抜け出したの質問に答えろ。いろいろあった俺たち。すっげえ機嫌悪いんだよね。とっととここから出してもらおうか。ないで。いい？これ以上。 私の邪魔をしないで。うわあ、なんだうわあ、なんかめんどくさそうリ,リーレイは私と契約するんだから。はあ？契約って。悪魔と人間の契約のことか。まさかそんな約束してないよね。う、んうん。してないって。 そもそも、俺だってレイちゃんと契約したことないのに。うるさいうるさい、うるさい、うるさい私は、霊とずっと二重の、誰にも邪魔させないリリー、待って話を聞いてレイちゃん。あいつはもうこっちの話を聞く気はないみたいだ。そんな、ま、うん、しょうがないよねーわーくくるのじゃリリーは火が苦手だって言ってた。そうだね ここにある全部の食材費用としては、もしかしたら、大事だえー、っと、おー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 おおうおうお契約するんでしょ契約するんでしょだから、そんな、殺しちゃったらダメじゃん契約するんだかられ、話を聞いて、おうすり抜けたー <laughs> すり抜けたー <laughs>、うんリリーもうやめて、これ以上は。 何がしたいのか知らないけど、もう十分だろうさ俺たちはここから出してもらおうか。いや。んそんなの、絶対にいや私は霊と契約するのまだそんなことを。もういいわ。リリははは。<laughs> ぬ、うん、霊危ないのじゃ ピースれい、えー、ちゃん危ないってでも私を代わってピースが捕まっちゃったよぬわおい、何をする話せーあれー思ってたのと違うのが釣れちゃったー。はは。でもま、いっかー。リリー、ピースを離してえー、どうしよっかなー。し、し、しめすぎじゃ首がボケる ピースあいつ人質ってからじゃないでしょ <laughs> お願いリリーピースを話していいよ話してあげてもえそ、の、か、わ、り、であなたの交換ねそんなことだろうと思ったよほんと、ろくでもないガキだな どうするのお主ら、我のことはいいのじゃ放っておけそんなことできるわけないよどうせ我は、汚い方の外には出られんこいつは今や、館のほとんどの悪魔を取り込んでおるこいつを倒せばこのトカゲうるさいなぁ。私こう見えて短期だから、早くしないとこのトカゲ死んじゃうかもよぐぬぬ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 ビース 何か放火に方法はないのかああ、もう。ふふ。そっちの二人もなんか気に食わないなーうっいったシワバルツェあさあ、レイ。どうするのこれ以上、 例の大切な人たちが傷つくの、見たくないよね。それは、じゃあどうすればいいかわかるよね。イちゃんダメだレイちゃん待てってそんなやつ契約なんてしたら、私と契約したら、二人を外に出してくれるもちろんよ 低くなっていってんのに、もうピースを離して、私と契約してくれたらね。分かった。レイおら、これ、ま,ま、待たんかレイちゃんふふ。<laughs> これでやっと一緒にいられるね。じゃあ、手を出して。ああ、そうそうで右手に火傷があるんだよね。 えう、うん。え、せっかく綺麗なのにそんなのもったいないよ。だからね、私と契約したらその手、別の綺麗な人間の手と交換してあげる。あいつ、どんだけクズなんだよねいいでしょ、レイ。これ以上二人を傷つけるわけにはいかない。 行くなレイそれじゃあ契約を赤い目になっちゃったリーリンこれあげるわ。きれいなにこれこれはね、お守りよお守りそう。あなたが救われるように。 あなたが早くえ今何かん何何かが光ったあっピースにもらった魔力石その石魔力石が割れたああ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 あ で早くそいつから離れるんじゃピースいいから黙ってこっち来るえわシバ,バルツェ二人ともひどいけがう、な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 なんでな、んてこんなことにどうなってるんだ丸く席が割れてから様子がおかしいような。はあ、そんなことどうでもいい。 とにかく早くこいつを殺さないと。待ってバルツェ。待たない。殺さないと気が済まない。ええー、わ渡さない。リーリー。はああなんかより状況悪くなってないか暴走。ピース暴走しちゃったのかもね。え やっほー父さんジルティ無事だったかジルティさん来るのが遅い <laughs> 相変わらず厳しいね俺だってここに来るまで色々大変だったんだから、ジルティ姿勢ほとんどなかったからね。<laughs> それより暴走ってどういうことマリクっつうのは、センサ万別らしくってね。その人専用のマリクがあるらしい。ねバルく君 レイちゃんのマルク暴走、覚えてるだろあれは、レイちゃんに宿ったマルクはそもそもレイちゃんのじゃないから起こるもんなの。違うマルク同士は反発するってことまあ、そんなとこだね。それじゃあ、リーンは私の持ってたマルク席のマルクを浴びてああ、ふ、ふっ、くそ、くそーレイいい リーどこにああ、なったらもうどうにもできないよ。そんな、何か方法はないんですかあららららら。あんなことされたのに、レイちゃんは優しいねー。でもね、レイちゃん。優しさだけじゃ、誰も救えないんだよ。どうするつもり この中で力があるのは、俺だけだし、何せ、年長者だからね。人生の先輩らしく、ここを引き受けようかなって。それって、今のあの子、暴走して何するか分かったもんじゃないしね。出口はきっと、そこのトカゲさんが用意してくれるんじゃないかなピースうん。ちょっと待ってよ。それって、父さんを置いて俺たちの時に逃げるってこと 逆に聞くけど、まさか残って後処理するつもりだったの力もない上にその怪我でだからって一人置いていけるわけ芝、お前医者だよなそうだけど、今はその子どうでもいいだろバルツェ君の怪我見てあげなよ。バルツェの結構な深手だと思うよ。右手動かないんじゃないえバルツェ 余計なことそれに、あいつはまだレイちゃんを諦めてないみたいだ。早くここを出た方がいいと思うけど。バルツの怪我、早く芝に見てもらわないと。でも、ジュージーさん置いていくなんて。行こう。え、でもうん、賢明な判断だ。じゃあ、 おっさんは相棒と一緒に悪魔退治してくっからもともと俺死ぬつもりで来てるしねそれどういうお別れだ芝お前を一人前の医者にできてよかったよレイちゃんバルテ君ちょっと頼りないグソだけどあと頼むわ、まあ、待ってジルティさん ジルジーさんどうしよう早く追いかけないとどうするのじゃピース、出口を知ってるっていうのは本当かそれ、俺も気になってた。はぁ。こうなっては仕方がないの。運がいいのか悪いのか、今来たの方は不安定じゃ。その隙をついた上で、我の全部の力を使えば、 おそらくができるじゃろう。もともと、この力は主のために残したおいたものじゃったが、汚い方自体もう限界じゃろう。どのうちまでも、無事ではすまん。お前も、消えるの。そうじゃ。消滅する存在のために力を残しておいても仕方がないのじゃ。そうか。 悪いな、ピス。ま、平和の神様らしい最後じゃよ。にょほほ。レイちゃん、しば、ジューティーさんが追いかけないとこのままじゃ。いいんだよ、レイちゃん。私のせいだ。私がリーリーを信じて、マルクすぎをリーリーに使ったから、リーリーが暴走しなかったら、きっと、 ごめんなさい私私いちゃんのせいじゃない。父さんが自分で決めたことだ。でもいちゃんは怪我してない他にあいつに何かされたとか。私なんかよりバルチの方が。私なんかとか言わないの。それに、ここまで来るとあんま痛くないし。とにかくここを出たら怪我を見せてくれ。ここじゃ治療もできない。 はいはいほれまあ即席じゃが外にくらい出られるじゃろうありがとうニほほほお主のそんな顔が見られるとはなお主の顔を見ておるとん何でもないのじゃれいちゃんれいちゃん 帰ろう。私。おいで。ピース、体が透けてるよね。うん。力を使いすぎて透けちゃったのじゃ。ピース。レイ。お主はちっとも我の気言うことを聞かずに思いの先には飛ばされるし、悪魔に普通に話しかけるし、 ごめんね。でも、マドレーヌは美味しかったし、入れ替え子もいっぱいしてくれたのじゃ。とっても楽しかったのじゃ。ピース。お分かりなのじゃ、レイ。芝のバルツェも、達者でな。ピース、本当にありがとう。うん。お前のことも、うん、その、救ってやれなくて、ごめん。よいよい。 お主に会えんかったのは、ここに残りじゃが。我はここで静かに眠るとしよう。さあ、行くのじゃ。ピース。これでいいんじゃよな、ユーオ。えピースってユウオの使いもだったのここはあれ イディアイディアあら。こんな時にまで来たのご苦労なことね。イディアイディアん仕方のない子。どうしよう。私のせいでリリンが暴走して、ジユジーさんが、それに、 シ死もバルツもひどい怪我なの。私どうしたら起きてしまったことは、もうどうしようもないわ。それは分かってる。いいえ、あなたは分かってないわ。あなた、まだ自分に何ができるんじゃないかって思ってないちょっと思ってる。それが分かってないって言うのよ。 うう人間はとても弱いものよ。あなたみたいな非力な子は特にね。意地悪で言ってるんじゃない。それに、あなたを馬鹿にしてるわけでもない。うん。わかって。あなたには何もできないの。さあ、もう行きなさい。ここをもう長くは持たないわ。 イデアはどうするの私の心配をしてる場合でもそうね。多分、北の館に取り込まれると思うわ。私の力はもう限界だから。え本当なら、他の悪魔を取り込んでいたリーリンを浄化すれば、他の悪魔も、そしてこの北の館も浄化できたんでしょうけど、リーリンが暴走してしまった以上、 リーリンを殺しても他の悪魔を浄化できるかわからない。そうなるとどうなるの悪魔が各地に散らばるでしょうね。北の館はなくなる上に、私の悪魔を閉じ込めておく力はもうないから。力の残ったな、亡くなった私は、このままこの館に残る負の感情に取り込まれるってわけ。そんな、それじゃあ、イデアは、 なんて顔してるのあなたは私の心配なんかをしてる場合じゃないのよ。さあ行きなさい。あなたを待ってる人がいるでしょ本当に私にできることはないの私はまた何もできないのかなでもこのままじゃみんなが。んそうだ イリア何もしもし私が気がつくと私は自分のベッドの部屋のベッドに横たわっていた部屋を出るとおじいちゃんが泣きながら駆けつけてきてくるけど、ね「おれ <laughs> !」 私は芝に抱えられて家に戻ってきたらしい。事情は芝とバレツがうまくごまかしながら話し,話してくれたみたい。うん、とにかくお前が無事でよかったーとおじいちゃんは何度も言ってくれた。何度も言ったんだな。<laughs> でも私の家には、ジューチーさんの姿はなかった。そうして、 私たちが北の館から帰ってきてから、数日の時が流れた。バルツェうおぉびっくりしたびっくりしたのはこっちだよ。こんな時間になってもバルツェ帰ってこないから。あれそんなに時間経ってたバルツェ、きっと北の館の方を見てたんだよね。 あの後汚い方がなくなっちゃったから。っていうか、レイちゃんこそこんな時間に一人でやるっちゃダメでしょ。レイちゃん聞いてるバルツ、何まだ右手動かないのうーん。まあでも、前よりダブ W 分マシになったよ。嘘つき。右手に突き上がしたから、イちゃんとお揃いだね。 俺も手袋しよっかなレイちゃんと同じやつ。バルツほら帰ろ、レイちゃん。リーディンから受けた傷が思った以上に深かったのか。怪我を見ながらバが険しい顔をしたのを覚えている。バルツはこう言ってるけど、 いまだに右腕が動かないのを私は知っていた。んバ帰ってきてから、私とバルツェの診察によく来てくれるけど、ずっとぼんやりしてる気がする。そうだよね。だってジュティさんが。ん いるなら声かけてくれればいいのに。バもう、また泣いてるの俺の顔を見るたびに泣かれるとちょっと傷つくな。ごめんなさい。いや、謝ってほしいわけじゃないんだ。ただ最近、れいちゃんあんまり笑わないから。ごめんなさい。うまくいかないもんだな。ほら。 えてきたし家に入ろうジエティさんがいなくなってから芝はどっか暗い顔をすることが多くなった芝は無理に笑って何でもないって私に言うけれど芝が人一倍無理をしていることを私は知っていた ピアノ。今は弾きたくないな。おや、こんなとこにいたのかいルイフー俺の、俺も癒し、癒しよ。ここまで来たら。おじいちゃんピアノ、弾かないのかいうん。最近お前の調べを聞かないね。そう 北の館、方が戻ってずっとだそんなに引いてなかったっけユリアも寂しがっているだろう。たまには引いておやり。お母さん。そうだね。ただし、あんまり根を詰めずにダメよ言なわかった。北の館がなくなってからというもの。 おじいちゃんのもとにはひっきなしに人が訪れている。悪魔が各地に飛び散ったせいか、それに関連した報告がおじいちゃんのところに来るみたい。それに、毎日、町の人と一緒に、北の館の瓦礫の中から、ジューティーさんを探している。そのせいでおじいちゃんも最近すごく疲れているように見える。 ほんと、素敵な音色。やっぱりお母さんの子供ね。お母さん、私はどうしたらいい芝もバルセも、すごく悲しそうで苦しそうで。なのに、私ばっかり泣いてるの。私は、 どうしたらいいのレイ。んお母さんレイ。大丈夫よ。お母さん。あああなたは、あなたが正しいと思ったことをやりなさい。え後悔だけはしないで。 後悔しないように。私は。 リーディーピース私は私は お願い、イディア。思い出の記憶。最後のかけら。あなたの最後を思うエンドえ